立花右京 VS 静御前、いざ尋常に1本目勝負。はあはあでっ立花右京。うん。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の魂を弔うように、辺り一面には桜が咲き乱れている。弔いを済ませ去ろうとした右京は、その一本の小さな枝に気づいた。写し代と隠り代の境に咲く幻の花、己が追い求めている究極の花。真珠色の輝きを秘めた桜が一輪、枝の先で儚げに揺れていた。幻の花を見た小田切圭は嬉しそうに微笑んだ。しかし花が彼女の手に渡った途端、小さな花弁がハラハラと落ちていく。ああ、散ってしまいましたね。夕焼けの中、風と共に去っていった桜の花を二人は悲しげに見送った。あれからいくつきも経とうとしているが、Kに捧げる究極の花は未だ見つからない。それでも右京は諦めることなく旅を続ける。この体を蝕む病が命を奪うよりも早く、火の影が己に追いつくよりも前に、ただ彼女と結ばれることを夢見て。